はい、皆さんこんにちは、エビサです。ちょっと久しぶりになっちゃいましたけれども、今日はちょっと初心者向けの方に向けて、タスクマネージャーの使い方をですねやっていきたいと思います。簡単に10分ぐらいで終われるといいなと思いながら、長くなったらごめんなさいね。いつも通り、はい、タスクマネージャーです。タスクマネージャー自体を知らない人もいるかもしれませんけれども、タスクマネージャーというのはこれです。よいしょ、これです。タスクマネージャーですね。いろんなプロセスが見えてっていうことですね。で、これタスクの終了とかそういうこともできます。タスクマネージャー、いろんなところで Windows 使ってると、お世話になることがあります。まずですね、一番使うと思うのはハングアップしたアプリケーションをですね強制終了するという時です。普通にアプリケーションは、まあ、右上の×ボタンとかですね、ファイル終了みたいな感じで終わらせると思うんですけど、これで終わらなくなっちゃった、ハングアップしちゃった、何も言うこと聞かなくなっちゃった、そういうことがあると思います。 OS 自体を再起動するとかですね、そういう対処方法もあるんですけども、このアプリケーションだけを、一度強制的に終了させてもう一度起動し直してみようというようなですねことをしたくなると思います。まあ、そうすると治ることも多いんですね。はい、そういう時に使えるのがこのタスクマネージャーです。名前でそうとしまして、今ここにメモ帳がアプリとして動いてますね。ここで動いてますね。で、右クリックしてタスクの終了ってやると終了させることができます。タスクマネージャーは少し特殊な権限を持ってると言いますか、すごく強い権限を持ってるんですね。なので、おかしくなった他のプログラムを強制的に落とすということか、アプリケーションの中で終了コマンドを送る、まあ、バツボタンを押すよりももっとずっと強い権限でアプリを落とすことができます。タスクマネージャーから落とせないプロセスは基本的にはないはずというぐらい強いものになってます。なので、ハングアップしたアプリケーションを強制的に終了させるということをしたいときにはタスクマネージャーをぜひ使ってみてください。そして Windows 自体の元気が悪いとき、動きが悪いときですね、そういうときでもタスクマネージャーはうまく動いてたりするので、 Windows 自体がもうなんかスタートボタンしても反応しないなとかですね、そんなことがあっても、実はタスクマネージャーを起動してタスクマネージャーの中で、まあ、全体の動きを悪くしたらアプリケーションを終わらしたりとかですね、何か起動したいアプリケーションをもう一個立ち上げてみたりとか、まあ、そういうことをですねして、いろいろとこう再起動までいかなくても対処していくようなことができる時もあります。またそもそも Windows の動きが遅いとき、アプリケーションの動きが遅いとき、何かおかしいぞっていうときに、なんでそうなってるのかな、原因は何かなということを簡単に確認するというような使い方もできます。はい、このあたり少し、具体的なですね、この探り方みたいなところも解説を少ししていきたいと思います。で、まず起動方法ですね。起動方法なんですけども、一度終了しまして、いくつか起動方法があります。まず簡単にやるんであれば、タスクバーですね。ここら辺、このアプリケーションが並んでるところの右側、このあたり何もないところを右クリックして、タスクマネージャーっていうのがここにありますので、それをクリックして起動するというのが、まあ、マウスだけで操作できますね。初心者の方はこれを覚えていただけるといいかなというふうに思います。で、あとは、コントロールオルトデリートを押して、その中にタスクマネージャーがあるんですね。これ録画できてるのかどうかちょっと分かりませんが、ここにタスクマネージャーがありますね。はい、ここでやるというのがもう一つ。このタスクバーが押せなくなっちゃった時に、なんかこうこれ自体が動きが悪いとかですねっていう時に、コントロールとデリートからタスクマネージャーを起動するっていうことをならできるということもよくありますので、覚えておいていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、他の方法がダメだった時とか、まあ、一番初めからこれ使ってもいいんですけど、ショートカットで起動するっていうこともできます。コントロール、シフト、エスケープを押します。同時に押すというよりは、まずコントロールを押して、次にシフトを押して、で、あと、エスケープキー、一番左上ですね、を押すという形。これで、ショートカットで一発で起動できますので、まあ、これは覚えておいていただくと、まあ、助かるシチュエーションがあると思います。他のことができないときにこれが効くと。まあ、コントロールデリートは絶対こっちの方が強いはずで、コントロールデリートこの画面まで絶対行くはずなんですけど、ここでタスクマネージャーってやっても立ち上がってこないみたいなことはあり得るので、まあ、コントロールオルドエスケープですね。あれ、
コントロールシフトエスケープ間違えました。はい。で起動できるというのは覚えておいていただくといいかなというふうに思います。でタスクマネージャーの使い方、簡単なところをちょっと紹介していきたいと思います。まずこれでまずプロセスっていうところにフォーカスが当たってますので、プロセス一覧を見ることができます。まあ、アプリっていうのが自分が起動してるアプリみたいなイメージですね。でバックグラウンドプロセスっていうのは、まあ、勝手に起動してて画面があるわけじゃなくて裏で動いているアプリケーション群みたいな感じになりますかね。一部例外もあると思います。うん。ただエッジとかはね、まあ、普通に立ち上げたらエッジが立ち上がってこう来るわけなんですけど、そうするとこっちにアプリの方にもあるんですけど、このバックグラウンドとしてのバックグラウンドとしてのエッジアプリっていうのもさっきありました。それはアプリケーション起動していなくても、エッジとかですね、そういうものはバックグラウンドで動いてて、なんか通知を出したりとかそういう動きができるんですね。そして今エッジを終了します。終了するとアプリからなくなって、でもバックグラウンドプロセスとしては存在してるみたいですね。まあ、こんな動きをしたりします。一部こういう特殊なやつもありますので、まあ、戸惑わないようにしてください。はい。紛らわせられないようにしてください。はい。ちょっと日本語変ですね。はい。でですね、プロセスがこうやって、まあ、一覧で見えます。で、これですね、これが重要ですね。CPU がどれだけ使ってるかみたいなことも見れたりします。押すと相当できますので、CPU で想像すればどのプログラムが CPU をどのぐらい使ってるのかななんていうのが見えたりもするわけですね。同様にメモリも、あ、Teams が今一番メモリ使ってるんだなとかですね、そういうことも見えると。でディスクもどのプログラムがどのぐらい使ってるのかなというのも見えたりするわけですね。ネットワークも同様です。まあ、GPU も同様ですね。で Windows 10になって、まあ、もっと前からかな、まあ、消費電力とかね、こういうものも、電源の使用率とかですね、こういうものも、うん、見えるようになってますね。なのでこれを見るとどのプロセスが、まあ、どのアプリケーションがどれだけのリソースを使ってるのかっていうところが見えるというわけですね。で、さっきも見せましたけども、終了させたい、何かおかしくなっちゃったぞとかですね、そういう時には、タスクの終了っていうことをしてもらうと終了ができます。まあ、これからまずこのプロセスで見て、まあ、CPU が 100% に張り付いちゃってるとかですね、たまにあると思うんですけど、そういう時にこの一番 CPU が高いやつをタスクを終了してみるとかですね、そういうことをすると、あの Windows 自体の機嫌が直ったりとかすることもありますので、まずはここから使ってもらうといいかなというふうに思います。であと、まあ、もう一歩進めるとパフォーマンスですね。全体のパフォーマンスを見るというのができます。CPU どれだけ使ってるのかな。ちょっとこれ元に戻しますね。はじめこうなってると思います。CPU はどれだけ使われているかなみたいなことも見えますし、メモリがどれだけ使われているかな、ディスクがどれだけこうアクティブに動いているのかな、まあ、イーサネットどれだけ通信してるのかなと、GPU どれだけ使ってるのかなと、まあ、そういうことが見えますね。なのでこれを見ると、まあ、CPU がもういっぱいいっぱいになってて Windows の動きが遅い、まあ、調子が悪い時ですね、そ CPU が原因で遅いのか、メモリがもう足りなくて遅いのか、ディスクがたくさん仕事してて遅いのか、通信ですね、通信のネットワークのところに問題があって遅いのかみたいな大きな切り分けができます。あと GPU、まあ、大体遅い、コンピューターが遅い、調子が悪い、調子はちょっと別なんですけど、まあ遅いって言った時には CPU かメモリかディスクかで、アプリケーションによっては通信するものであれば通信かで、ここにボトルネックが来るので、この時にはここで見れば一発で分かることが結構ありますね。なのでこれで全体的に OS がどんな風に動いてるのかなっていうことを見ることができます。何かね、コンピューターの調子が悪くなった時に、うん、なんかすごく遅いなとかですね、
なんか全然調子よく動かないな、遅いなっていう時に何が原因で遅いのかまではこれを見るだけでわかるっていうことですね。でより深く見ようと思うといろんな表示のさせ方があったりもします。例えば CPU は論理プロセッサっていうグラフの表示、グラフの変更で論理プロセッサってやると、まあ、コアっていうものですね、うん、1個の CPU の中で実は内部で分割されているのでそのコアっていうものがの単位で見えます。なので2つの今コアは結構忙しく動いてるけど他のコアは結構余裕がありますねみたいなですね、そういうことも見えてくるわけです。まあ、私が使ってるやつは今6コアのプロセッサーなので6個出てるって感じですね。これお使いのパソコンによって表示される数違うはずです。あとカーネル時間を表示するみたいなものもあって、まあ、カーネルって何なんだみたいな話説明するのはちょっと難しいですけど、まあ、OS の内部 OS 自体が使ってる CPU がそのカーネル時間っていうこの下の方ですね。でユーザーのアプリケーションが使ってるのはこの上の部分みたいな感じです。大体でカーネル時間が多いのか、どうなのかというところも一つ、何か遅いって言った時にですね、そのユーザーが何か動かしているアプリケーションが遅いのかカーネルが使っているところが遅いのかによって、まあ、対処方法とかですね原因のありかが違ってきたりもするわけです。まあ、これちょっと、アドバンスな内容になっちゃいましたね。そこはあんまり気にしすぎないでください。はい、まあ、そういうのもあるんだなと。でですね、そうだ先に言っとこう、ですね、これダブルクリックするとこんな表示になったりします。なんかグラフが1個になっちゃってなんか何も画面違うんですけどみたいな人がいたらですねこれダブルクリックしてやってください。ダブルクリックです。たまにねこの状態から戻せなくなっちゃう人いますので、はい、でメモリ、まあメモリちょっと見方難しいんですけどね、まあ、ここら辺に書いてあることをなんかこうねページプール非ページプールとかなんかこう使ってるってことになってるけどどうなんだとかですね、まあいろいろあると思います。でこれはコンピューターのアーキテクチャを知らないとあんまり意味がよくわからなかったりもしますし、使ってるから一概に悪いわけではなかったりするのでメモリはちょっと微妙かもしれないですね。見るのはね、初心者の方にはちょっと何でしょう、このメモリが上になってたらまずいんですよとは単純に言えないし、空いてるからいいんですよ、まあ空いてれば別にそれはいいんですけど、本当に空いてることがいい状況なのかどうかはまた本当はメモリ使ってほしい時に使ってくれなかったらそっちの方がトラブルだったりもしちゃうので、ここは難しいんですよね。ここは興味がある方は別途 OS の何でしょうね勉強してみましょうみたいな感じになります。でまあおいおい解説する時が来たらするかもしれませんね。まあちょっとここは大人じゃないとちゃんと読めませんということでご了承ください。あとディスクの方はまあアクティブな時間ってなってますので、ね、これがやっぱ 100% まで晴れていってたらもうディスクがもうこれ以上元気に動けないんだみたいな感じでディスクのアクティブな時間がどんどんこうね埋まってしまうことによって遅いな、遅い時にはここがなんかいつものグラフがすごい上がってるっていう時にはまあディスクをもっと早くしないとダメだなっていうことの判断はつきますね。あとはスループット、Wi-Fi、ネットワーク。この辺も、そうですね。まあこれは、そうね。ここも結構難しいですね。もう難しいですね。まあ大体そのネットワークを頑張った時にどのぐらい出るのかっていうのが、そのイーサネットのアダプタによって上限値が全然違ったりしちゃうので、あんまり見るのは難しいかもしれないですね。まあ、ネットワークの詳細表示とかって実はここら辺にいろいろ見えたりします。ここら辺もね、まあ、送信バイト数とかどんだけ容量送ってるかみたいなやつもありますけど、ユニキャストとかですね、非ユニキャスト、マルチキャストとかないんだ。まあこれは興味ある人がいたらここら辺の単語からいろいろと探ってみてみましょうみたいな感じにはなるかもしれないですね。普段私もここは全然使いません。まあありますよって紹介だけです。普段は使わないです。でネットワークが遅いなとかですね、なんか結構ネットワークに負荷がかかってる作業をしている時にライブ配信とかですねしている時にここがどのぐらいスループット出てるのかっていうのは結構チェックします。で
マックスどのぐらい出るのかっていうのはある程度把握しておいて、その中で今出てるスループットがどのぐらいだからまだ余裕あるなとか、あもう余裕ないなとかですね、そういうところは見るようにはしてますね、うん、あとは GPU。 実は私あの GPU とちゃんとした GPU 搭載したマシンってあまり使ったことなくてですね、この辺はあんまり見方私もよく分かってません、うん、なんかまあ頑張ったらこれ上がるんでしょうね、はい。ちょっと私もここは勉強が必要ですって感じです。ただまあある程度仕事してるかどうかの目安にはなるっていう感じですね、はい。まあ一番お世話になるのは多分 CPU とディスクですね。ここはもう上がってたらもうそれ以上出ませんよって感じなので、ここはもう明確に上まで行ってたらそこボトルネックですねって感じにはなっています。で、まあアプリの履歴とかね、こういうものもあって、どのアプリがどれだけ CPU 時間とかネットワーク使いましたかみたいなものも見えたりはします。まあ、私もあんまり使ってません。はい。あとはスタートアップ。これ別の動画で使用しましたね。はい。どのスタートアッププログラムが起動するのかさせないのかみたいなことをですね、ここでコントロールすることができたりします。あとユーザー、今私一人でしか使ってませんけど、まあ、複数ユーザーで使っているときには、誰がどれだけ使ってるのかみたいなことが見ることができるので、まあ、複数同時に使って誰かが重い処理を裏で走らせてるから重いんだみたいな時には、他のユーザーの CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率が高かったりするわけですね。それで判別がつくという感じにはなってます。で、詳細。ここがですね、結構重要だったりしますね。まあ、プロセスっていうところでアプリの一覧が見えて、こういろいろ見えるんですけど、それより詳しく見るみたいな感じのイメージです。プロセスの ID も見えたりとかもしますし、まあこれすぐ使わない人も多いとは思うんですけどね、はい、状態が見えてですね、ここでポイントは、表示でオプション違う、どこだとですね、こっちか、列の選択、このですね、この列のところで右クリックして列の選択ってやると列を増やすことができます。私がよく増やすのは、まあ、うん、そうね、まあ、ちょっと説明にはよくないけど、ハンドル数とかですね。昔はよく使いましたね、ハンドル数とか。ハンドル数がめちゃめちゃ多いのがあって、それが原因でメモリも CPU もディスクも元気なのにアプリケーションがうまく動かないみたいなことがあった時には、ハンドル数が枯渇してますみたいな時、どれがハンドルをいっぱい使ってるのかみたいなのも見たりとかっていうことが、まあ昔はありましたね。まあ今あんまり、もう 64bit になったしあんまり見ない感じですけどね。まあ何が言いたいのかというと、何かですね、困った状況があって原因を特定するときに、ね、ここで列を追加することによってそのやってることですね。その説明が難しいな。何か目的があった時にその項目をここで追加で表示して、それをでソートすることとかによって問題のプロセスを、特定するみたいなのを、まあ、簡単にできるということですね。まあ、他にもやり方いっぱいあるのでいいんですけど、うん、ここでやるのが、まあ、パッと見てみる時には私はよく使いますね。特にやるのは、まあ今だともうね、ディスクのやつ見えるからですけど、IO の処理ですね。読み取り書き込みその他みたいなものを、こう、ソートしてあげたりとかして、まあ、ここら辺のプログラムが IO やってるなと。これはまあ同期のやつだから当たり前だよなとかですね。まあディスクがすごくこう、パフォーマンスとして、良くないと。誰かがすごいディスクに仕事させまくってて、それが原因で全体が遅いみたいな時に、まあ、プロセスのところで、まあ、ディスクのパーセントでね、を見るっていうのももちろん今できるんですけど、もうちょっとよく細かく見たかったら、読み取りが多いのか、書き込みが多いのかとかですね、そういうことまで含めてその他とかですね、見ることができたりもしますと、うん、いう感じですね。であと、まあメーカーさん含めてトラブルシュートとかするときに、うん、そうですね、まあ、メモリの
そうだね、まあ、ページプール非ページプールとかの値がどうなのかみたいな、まあ、ここら辺がトラブルシュートの時に出てきたりします。うん、その時にこうここで追加して確認したりとかするのはお手軽でよかったりはしますね。だこの辺はでもそうですね、ごめんなさい、全然初心者向けじゃない話になっちゃいますね。あんまり初心者の方はここまでやらないと思いますね、すいません。はい、であとは、うん、プロセスを切るみたいなこととか、たまに優先度を上げてあげてもっと頑張って仕事しろってやったりもしますね。うん、あとダンプファイルを作らせてサポートの方に送りつけるみたいなこともあります。ファイルの場所を開くってやるとファイルの場所が開くので、まあ、どこにあるファイルなのかなみたいなことを確認するみたいなのもできますね。うん、はい、まあこんなとこかな。あとサービス、これも他の動画で解説しましたね。まあ、これは他の場所から行けるサービスと一緒です。Windows のサービス、うん。どれが実行中なのか、停止中なのかみたいなこともできますし、ここから解説したりとかですね、そういうこともできますという感じになってます。まあ、これはお好みでどこから使ってもらってもいいですね。はい。はい、大体実行。うん、全然ここに書いてあることと違うことを説明しちゃいましょう。あとプロセス実行だけ説明しておきましょうか。あと、まあ、ここが効かないみたいなことが結構あるんですね。ここからプログラム起動できなくなっちゃうみたいなことがあった時には、こっちから新しいタスクの実行ってやって、こうで管理者権限つけるかどうかも含めてですね、でここで実行させるみたいなことができたりします。まあ、これってね、ここで、まあ、ここで打ってもいいし、まあ、Windows R とかでファイル名を指定して実行ってやるんですけど、たまにこの Explorer 自体が死ぬと、スタートボタンが効かなかったりする。でもなんかこうアプリ立ち上げたいとかですね。うん、そういう時にこうタスクマネージャー立ち上げて、ここからタスクの実行ってやるのはうまく動くみたいなことがありえます。でいきなり管理者権限なんかもつけられるので、まあ、何か全体がおかしくなっちゃった時にコントロールシフトエスケープで立ち上げて、タスクマネージャーから新しいタスクの実行で管理者権限をつけてコマンドプロンプト立ち上げるとか、管理者権限をつけてパワーシェル立ち上げてここからトラブルシュートするとか、まあ、そういうことも結構よくやりますね。うん、よくやるっていうとマイクロソフトさんに失礼かな。昔よくやりました。はい、今は全然やってないです。うん、はい、まあそんなところですね。うん、ちょっといろいろ説明しちゃいましたけども、うん、また20分以上喋っちゃってますね。あ、ごめんなさい。まあでもいいでしょう。うん、だいたいこれでタスクマネージャーの説明おしまいってことにしようと思います。まずはまあ、全体の傾向を見る。うん。で、プロセスのところで、まあ、アプリとかね、バックグラウンドプロセスの、まあ、全体の傾向をこうやって見ると。で、問題があるやつがいたら、あそこを終了したりとかですね、そういうことをしていくことができますと。で、より詳細にやりたかったら、詳細のところで、こう、列もね、追加しながら、いろいろと、こう、確認ができるし、うん、こちらからでもタスクの終了とかですね、そういうことをしていくことができますという感じですね。で、困ったらここからタスクの実行、新しいタスクの実行もできます。で、これ自体を起動するときには、まあ、いろいろやり方がありますけど、まあ、そうですね、タスクバー右クリック、タスクマネージャーもよしですが、まあ、コントロールデリート使う、あるいはコントロールシフトエスケープですね。これはぜひ覚えておいてもらうとよろしいかなというふうに思います。うん、なんか締まりのない動画になっちゃいましたけども、まあいいことにしましょう。はい、じゃあタスクマネージャーぜひ使ってみてください。そもそもタスクマネージャーの存在を知らないとタスクマネージャーを使おうっていう気にならないはずなので、まずそのタスクマネージャーっていうなんかすげえ強いものがあるということを、知っていただく、でちょっと使ってみてもらう、うん、そういうところからやってもらえると嬉しいなというふうに思います。じゃあこの動画はこれでおしまいにしようと思います。
良かったなと思ったら高評価ボタンをお願いします。あとチャンネル登録、チャンネル登録の方もお願いします。チャンネル登録者数が先日200人を超えましてありがとうございます。100人の時も200人の時も特に記念の何かとかやってないんですけど、まあ目標は1000人をとりあえず目標にしてますので、はい、まあ100、200、そうですね、まあ、今のペースで1日1人ぐらいチャンネル登録してくれてるので、今のペースでずっと行くんだと1000人で1000日かみたいな感じでちょっと遠いなとは思ってるんですけど、まあ時間があったらまた動画作ろうと思ってますので、はい、まあ初心者向けのネタと、ちょっとこうマニアックなネタと上級者向けのネタみたいなところとですね、まあ、あとクラウド系の話もちょっと増やそうとは思ってたりします。まあ、ちょっと予定は未定ですが、はい、まあ、よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日も長くなっちゃいました、すいません。はい、これでおしまいにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。